はい。GDY のハットルです。よろしくお願いします。今日はイタリアの、ね、スパークリングワインを紹介します。本日のワインですけれども、イタリアのベネト州。ワインのタイプはスパークリングで、生産者がカーザ・デフラですね。でワイン名がプロセッコロゼ。まあ、夏には定番のプロセッコです。えー、ヴィンテージ2022年で、えー、ブドウ品種がプロセッコのグレーコと、あとピノノワールも入っていますね。参考価格1500円です。はい。ラベルですけれども、表ですね。 はい、DOC、原産地故障があります。あとワイン名ですね。で、こちらにワイナリー名。で、裏ですけれども、同じような感じで、ここですね、プロセッコ。えー、ワイン名と原産地故障ですね。まあ、エクストラドライスパークリングワインとかって、まあ、英語も書いてありますけれども、プロセッコですね。で、ここにヴィンテージ2022年と、ここにね、ワイナリー名があります。えー、イタリア語でね、ヴィンテージのことはミレジマートですね。ラベルから読み取れない情報は、 ブドウ品種ですすかね、はい、63点としています非常にね、あの軽い感じのスパークリングワインでした。えー、桜色で、香りはね、いちごとかグレープフルーツ、さっぱりとした口当たりのスパークリングで、いちごの果実味ですかね。あと余韻に、ね、ちょっとね、バラみたいな風味もありました。えー、もう夏になりますのでね、プロセッコ飲む機会も多いと思いますけれども、プロセッコぜひね、試してみてください。他にもね、こういった動画ありますので、チェックしてください。失礼いたします。